来週キングコング、はい、お願いします。お願いします。いや、しかしあれですね、うまいこと服がええ感じでオセロみたいにね前回から前々回からかぶらないなと思って。あ、確かに確かに。気使ってます？いや、わかんない。だってちなみに白と黒しかもう持ってないから。基本俺もやねん。あー、そうやな。だから俺いつも来る前に考えんねん、うんうん、何、まあ、ある種ギャンブル、うん、西野何色やろって俺は考える。あ、そういう気づきやね。揃う時ってあるんだ。あるある。たまにほんまにジャルジャルみたいなとかあるから。いや、それはそれでええやんか。ボンビっぽくてええやんか。あんねんけども、今日はだから俺は自分で楽しんでるだけやねんけど、はい、西野は今日黒着てくるんじゃないかなと思って、俺は洋服棚から白を取る、どうします？今後お洋服ってもう41でしょ。41ですね、うん、どうする、どうしていく、なんか大人っぽい服にしていく。あー、私服ってこと、うんうん、なるほど。考えてるんですか？いやー、やっぱり今ちょっと夏やから、暑いからさすがに無理やけど、うん、そんなあの堅苦しい服着んのは、うんうん、秋口とかはちょっとやっぱりだんだん大人っぽくなってきてるで俺は、まあ、あのそのダボっとした服を着ないとか。あ、まあね、そうなってきてるもん。でこれらもちょっと話だと思うけど、うん、どっかのタイミングでは俺やっぱり猫ひろしさんみたいになりたいね。あー、やっぱゴールやからね、猫ひろしさんって一つのね。そうやな、うん、あのピチッとしたスーツみたいな大人にはもう50ぐらいからやりたいかなと思ってね。あー、うん、かっこええわ。そうやろ、うん、で俺はあの今のこのちょっとダボっとしたやつは自分で匂ってると思うから、はいはい、しばらくはこれでいきたい。確かに。でも難しいね、うん、あのある日突然猫ひろしさんみたいになるとちょっと、うん、あれってなる、びっくりするやん。ちょっとずつしていくの、それそれむずいよ。むずいで、そのある日突然いじられるし。でも絶対その日は来ると思うね、いじられる日は、うんうん、でもそこを超えていかなあかんと思う。まあ、確かに。例えばダウンタウンの松本さんが、うん、初めて坊主にした時って、俺そういうことやと思う、はいはいはい、あれ確かね、ガキ、あ、ガキの使いやらへんでで一発目だと思う。とかね、うそん。前回の吉本の話せえへんな、大丈夫かな、ないで。どうだったんですか、あれは。あの話もちょっとしようかな思ってたよ、はい、ちょうどええわ、今木島君がマネージャーが携帯ブルルルッ落としてる。なんか慌ててるんですか。慌ててる。大変なんですか、今吉本の方が。すごい姿勢の良さで椅子よりも直角で。でも石田ごめんね、もうなんかもう授業受けてるみたいになってるね。なんか今日暗いところは今日も、はい、そうそうそう、まあそんな話はええやんか、はい、そう、吉本の話があって、はい、なんか辞めるとか言う、辞めないとか、なんかそういうとこ、そういうとこまで行ってたよ、なんか寸前まで。あ、とかね、はい、なんだかんだありましたけど、まず言いたいのは、はい、ちゃんとニュースになりました。あ、もうなってんの？ちゃんとヤフーニュースに、あ、そう、なっておりましたね。上手やね、はいはい、良きように切り取ってはるわ。なるほど。あの良きように良きように、でもまあ嘘とかには聞こえないようになってるけど、良きように切り取られてます、はいはいはい、まあ、でもそれ全然俺はええかわへんと思うねんけども、はいはい、まあ、もちろんあれからちゃんと話し合いましたよ。なるほど。で向こうさんの先方さんの吉本さんの言い分ももう大体分かって、はいはい、まあ、まず言うともう大丈夫です、はい、仲直りはしましたよ、うん、したんですね。まあまあ簡単に言うと、まあもうちょっとなんて言うんだろうな、言い方難しいねんけど、まあ交渉の余地もあったみたいな。はいはいはい。でもそこで俺が例えばルミネの支配人と俺が話し合うとかなってくると重たくなってくるから、はいはいはい、間に立つ木島君もちょっと難しいラインの話だったみたいなこと、はいはいはい、なるほど、やったりすんねん、はいはい、で、なんとなくよくはなってなってるんですね。で別に怒ってないですよ、はいはい、怒ってないけど、でも一点ちょっと視聴者さんに、はい、毎週疑問視聴者さんにちょっと伝えとかなあかんな、はい、この口で言っとかなあかんなっていうことを一個だけちょっとお伝えさせてください、はいはい、前回の動画、28分ぐらいの動画上げましたね、はいはい、ある一箇所、はい、完全にカットしてます。それ何を喋ってるんだっけ。カットしてる。何を喋ってる、ね、だからそれ、いや西野さん、それはもう言われへんから、言われへん、だってカットしてんねん。確かに。でなんでカットしたかっていうと、これもちゃんと話し合って、うん、もちろん、吉本さんに対しての話だったから、タイトルもあのようなタイトルだったから、うん、もちろん吉本さんもチェックするから、はい、チェックした時に吉本的にもちょっとどうかなって思うのと、はい、それが50、はい、もう50は僕のためを思っても、はい、あのそこはちょっと使わない方がいいじゃないかっていう判
判断で吉本さんからちょっとここは梶原さんどうですかねって言われたからもうめちゃくちゃカットしたね。あ、一応なんすか、毎週キングコングで吉本チェック入ってるんですか。毎回は入ってないと思う、はい、そういう内容の時木島君がこうやって現場にいるってことは、うん、あの吉本の目が光ってるってことです、ね、そういうことですか。だから監視なんですか。簡単に言うと西野さん見てないと思いますけど、はい、前回の撮影したやん、はい、のほぼノーカットやん、まあ、カットしたらデモ出るけど、うん、ほぼノーカットでやってるやんか。終わった後すぐに吉本の上層部と連絡を取る、はい、監視怖っ。すぐ連絡して梶原さんがこのようなお話をちょっとされてたんだけど、あ、ちょっと一回見してもらおうかなーって怖っ。カットしてるそこ。これごめんなさいね。だからあー、そういうことですかね。ここもあったから、はい、あれ珍しい、毎週キングコングでめちゃカット入れてんだけど、あのさ、毎週キングコング、これあの編集の悪口とは言わない、うんうん、編集の悪口は俺一社に悪口言ってんじゃないよ、うん、毎週キングコングのカットたまにあるやんか、たまにね、たまにな、うん、いやそれはまあ、一社にも感謝だし、うん、それはあの梶原さんのためを思って吉本のためを思ってカットするのは別にいいんだけど、雑じゃない、そのあの前までさ、あ、そこはさ毎週っていうのは入ってたやん。それがなんかこうなってるやん。さっきまでこうなってたのに急にこうなってたやん。でとかなってたけど、そこなんであれなくなった、あれ毎週で飛ばしてたら確かに。これは石ちゃんやわ。石ちゃん、それは入れてくれんと、あの、ね、こうなると焦るから。そう、だからガッてなったら、もうよっぽどあかんこと言ったよ。石ちゃん、石ちゃん頼むで。だから毎週っていうの入ってたら、うん、もう長くなりすぎちゃって、うん、まあこれつまんだんだろうなっていう感じで。全部言っちゃうんだね。なんていうの、その、だからそれは分かるんだけど、バッてやったら、ほんまにあかん一言言ったんだっていう感じが。ほんまやな。そう。これ今後やっていこう、うん、何のための毎週なの。前までありましたよね、どんどん手抜いてきてるから。いや、頼むわ、はい、助けてくれよ。明らかにあのカットしてたから前回のやつ。でそれはね、別に俺全然いいんすよ、はい、納得、はい、あの確かになって思ったから分かったって言ってそこカットするわって言ってんけど、はい、唯一心残りなんだ、はい、そのカットしたくどりで下りで、はい、面白いのが1個あったんが泣く泣くカットせず、何やったっけ、あの俺の面白いやつやん、あった最近。何や最近おもろいのって。天竜人のくだりやがな。え、なんかあったっけ。おいおいおい、覚えてるよね、田村さんもトンボも俺がブワーって怒ってたんや、うん、そんなこと許していいのかえっていうくだりやがな、あの面白いやつな。だから吉本興業さんが、吉本興業さんが、その梶原さんのためを思ってカットした方がいいんじゃないのって、それのことだよ。タレントのブランドを守るために、それは会社として、それはバカ野郎、天竜人のくだりはそれとしか思えないじゃん。他はだってそんな変なこと言ってないもん。俺ね、あのね、いい会社だよ。めちゃくちゃね、俯瞰で見たら面白かったと思うんだけど、うん、あのちなみにズームでやってて、はい、そのやり取り、はいはい、俺と偉いさんと、うん、ちょっと偉いさんと、うん、木島と、ねはいはい、でチーフと、はい、ちょっと今さ、そのスマホいじってんの、撮って撮って、今ちょっと待って、ストップ、ちょっと待ってください、はい、僕らが喋ってる間すごいスピードでスマホなんか何言ってたんですけど、それなんか吉本興業に報告行くんですか。もう僕怖くて喋れませんよ。シクエッチ報告されてしまうんです。ここに自由ないんですか。自由だと思って僕こっち来てんのに。そんな監視の目の中面白いこと言えませんで、ね、こっちも太い壁があるんだ。あるわ、報告が行くんだから。吉本興業ウォールマリアみたいなあるやん、ね、進撃の巨人の。そうや、高い高い高い壁立てられてますね。あるわ、恐ろしいよ。お前巨人だって出てったよ。超大型巨人になって出てったけど、やってやろうか。そんなこうやってお前出てった。めっちゃ高い壁やのに。続いてもう一人、中田も巨人だって出てたよ。まあありましたけども、恐ろしいな。そのね、はい、あの4人でズームをしてたの、はい、まあ結構しっかりと話し合ってて、うんうん、まあ、やっぱりまあこのご時世やからズームでやろうって言って話し合ってて、で V もちょっと用意、はいはい、わざわざしてくれて、はい、それこそ石ちゃんがカットしてくれたんですな、うん、で吉本的にこれどうでしょうって言ってカットした部分を見せられて、うん、ああまあじゃあこれやったらいいんちゃうかな、うん、まあでもあれやな、その時の温度のお前やな、そうか、まあこれやったらいいねんけど、でも
天竜人のやつカットせなあかんな。で、ちょい偉いさんが、そうですね、天竜人はカットです。そんな大事なネタちゃうで。そんな美味しい素材ちゃうで。それが惜しくもないで。そんな惜しくもないで。マジでな、木島あれ5分10分やったよな。いやでも俺天竜人は使いたいねんな。でも天竜人を生かした場合よくないもんね。違うチーフマネージャー、そうですね。そんなちょっとどうやっても今僕考えたんですけど、天竜人は勝ったのか。大丈夫その会社。おもろいその会社。面白いことできる。ちゃんと最後の超偉いさんが、梶原さん、天竜人は絶対ですか。優しいな。大人おっさん4人でスマホで。誰もそれを別になんか邪険に扱わない。邪険に扱わない。優しい会社。でもそれは3人が天竜人のくだりが面白いと思ってくれたんだよ。大丈夫かい。そういうのがあったんですね。いやー面白い。まあ、でね、まあ、結果と したんですけど、はい、でも改めて俺はあのちょっと感動した部分もあって、実は、うんうん、あいい会社だなって思ったのは、まあ言うてさ、前回の動画って会社にとってはプラスではあんまりない、うん、ない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 ね、うん、あのちゃんとしようっていうところはプラスかもしれんけど、うん、聞こえ的にはあんまり良くないと思うんだけど、うん、その件に関して吉本サイドがうちは笑い、うん、エンタメ、はい、笑いをお届けする会社やから、うん、ああいう風に面白おかしく、まあ、会社のことをちょっとディスりも入ってるけど、はいはいはい、でもああやって人があれで笑ってくれるのやったらどんどんやってくれて、って言ってくれたの。ああ、なるほど。ええ会社なんだよ。だから天竜人ってなるんだよ。なるほどな。俺それちょっとグッときた。まあ、ええ会社やなって俺はちょっと思ったかな。だけど俺嘘ついてないから。からこれ例えば話持って会社のディスを嘘ついてる、持ってる話やったらさすがに会社もちょっとどうやめてってなると思うけど、はい、俺あの話何にも持ってないから。はい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 、逆にね、素晴らしいですねって言われて、笑いにしてくれて、っていうのは言われて、V チェックして吉本興業がここ使わないでくださいって一応チェックあったわけじゃないですか。一応あった、今回一応あってすぐチクったからね。だとしたら、うん、本当にカットしなきゃいけないのは、うん、そこじゃなくて、うん、ルミネに、そういう人入れてしまった、うん、ちょっとだからねっていうのはほんまはこれが一番こんなもんニュースにされたら大ニュースだよ。ちょっとやったらええんかいっていう、コロナで今大変な、今日ちゃんとソーシャルディスタンスなんだかんだでね、それルミネなんか言ったらクラスターが起きて大変なところを吉本の人間がいやちょっとですからっていうのは、これ新聞に出たらこれ終わるやつです。ほんまはそれ一番最初にカットしなきゃいけない。なのでおそらくここカットされる。いやもうそんなんだってこれはいいけど、これはええけど使われてもうてるやん。だっていや全然いいですよ、今の冗談でカットはしないです、はい、そう確かにな、それも考えなあかん。あそこなんかもう俺だって珍しくリアクションできんかと思った、うん、あかんやんと思った。ほんまにあかんやんと。その時の俺の顔もう一回見て、今日帰りに、ね、ってやってるから、ほんまに何もこえってほんまにって思っちゃったから。ちょっと見て見て、俺が全くリアクションできてない。ほんまにあかんって思っちゃって、えって思っちゃったから、ちょっと 見ましょう。見てください。いやでもね、本当にでもいい話し合いもできて、うん、改めて、はい、すごいポジティブにプラスになったなって思ったのは、はい、ちゃんとしますって言ってた。もう間違いなく徹底というか話し合いをしないと、はいはい、だって今回もやっぱりいろいろ話聞いたら、うん、他の芸人さんも我慢してる人がたくさんいたよ、うん、はいはいはい、いたの、はい、そのライブとかやって終わりで、うん、やっぱりやりたいやん。ライブ終わった後にちょっと知り合い呼んで、はいはい、お疲れ様でした、はいはい、みたいなあったやん俺らもな、うん、やりたいけど我慢してる芸人さんもたくさんいたから、うんうん、だからそこが徹底されてなかったのはよくないやん。確かに、確かに。なんか正直者がバカを見るになってしまうから、それはもうちゃんと通達してルールを決めてやりましょうねっていうことを、もうルミネの支配人にもちゃんと僕は直接角が立つから、うん、
あのいい感じでお伝えさせてもらった。そうですよね。でも今普通にどの劇場でもそうですけど、うん、楽屋挨拶 NG ですよね。基本的には、ね、基本的にはやっぱり NG じゃないですか。関係者であろうが、うん、それは楽屋挨拶今はちょっとなしでっていう、大体関係者にやるときにこうそういう通達するけど、やねんけど、うん、やっぱりそこも芸人さんにひょっとしたらちゃんと伝わってなかったりするとか、あと現場スタッフにちゃんと伝わってなかったりする、それをなくそうよっていうのをちゃんと話し合いましたんで、うん、なるほど、あのもう大丈夫なんで、はいはいはい、本当にご心配をおかけして申し訳ございませんでした。なるほど、はい、で、うん、せっかくなんでね、うん、いろんな話をしてたんですよ、はいはい、吉本さんと、これを機会に、あんまりめったにそんなしっかり話すことないからさ、うん、でいろいろ話聞いてたら、西野が退所してからもいろいろ変わってきてて、うん、吉本には今、西野の時ってさ、うん、現場マネージャーがいて、はいはい、でその上にマネージャーがいて、はいはい、でもうその上はちょっとしたお偉いさんで、部長だったりとか専務だったりとかセンター長とかやったり、うん、もうそこにねもう一個できてんね、うん、今現場マネージャーマネージャー、うん、なんか最近名前変わったらしいんだけど、うん、俺が聞いてたのプロデューサーっていうのができてんの、うん、まあ、要はそこそこのお偉いさんなわけ、はい、でこれが吉本興業って、まあ、たくさん社員じゃないですか、うん、選ばれし5人がそのプロデューサーっていうところにおんねんけど、うん、なんと、うん、この5人のうち3人がもともとキングコングのマネージャー、へえ、誰、上田君いるでしょ、うんうんうん、あと田中君覚えてる、どう、田中宏樹やんか、あー分かる分かる分かる、俺らがさ M1 で漫才漫才、うん、田中宏樹、うん、そしてなんと、うん、もう一人、うん、びっくりすんで、誰、これすみません後で説明します、小田君、あ、でもちょっと分かる分かる分かる、なんで、ちゃんとしてるからあいつ、おい、これちょっと説明せなあかんと思うね、多分コアな視聴者さんは知ってるかもしれない、うんうん、小田のこと、はいはい、もう小田っていうのはもともと現場マネージャーをしてくれてて、うん、1年目とかやな、うん、もう当時はめちゃくちゃポンコツ、一番ポンコツ、人間の中でね人類の中で、でもそうだったじゃない、なんか吉本の社員の中でポンコツとかじゃなくて、人間の中で一番ポンコツだったね僕らが出会ってきた人、出会ってきた人類の中で一番ポンコツ、そう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 、なんで吉本入れてんっていうぐらいのことだって、うん、でまあ西野が当時その小田君面白がっててな、うん、そうネタも提供してくれるし、うん、マネージャーやみたいな、うん、俺好きやったから、でも俺がもうダメだって、大体ダメやもんなマネージャーいや俺はいやそんなことお前、俺マジでドジマネージャー俺全部 OK やもん、お前これ名前出してお前毎週あかんかったやないか、毎週あダメだねだからダメなマネージャー結構わかんの毎週名前ない毎週けど嘘つくやつ、あそうね、嘘つくやつだけは絶対にあかんねん、あー確かに、でドジは、うん、もう全然 OK、 まあそうね、ドジはほんまに OK、 オタ君でいくと、うん、嘘つかへんかったもん、嘘つかへん全く、嘘つかへん、ただドジっぷりがえげつなすぎたよ、すごい、俺一回やったんが、あ、違う一回やったんが、でも何回もあんねんけど最後やったやつ、うん、もう本当にこれでとどめ刺されたやつで、俺が心折れたのがあれなんですよ、僕はアメトーク決まってて、はい、で、アメトークの前日の僕ちょっと体調崩してしまって、はい、熱がね、9度ぐらいだったんですよ、はい、で、その病気がね、病名ちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、肺炎とかなんか忘れたけど、なぜウイルス性のものがあって、はい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 、くわーっと思って、これ無理、ね、はい、ついてきてくれたの、小田君も、はい、で、もう撮影明日やねんけど、こんなことで、ね、お医者さんにも話聞いたら、やっぱりこれは映るやつだから、はい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 、これはちょっと泣く泣く、はいはい、だって迷惑かけちゃうから映してしまうかもしれない、共演者もね、アメトークで多いし、で、いや厳しいなってなって、はい、外出て小田君にごめんっつって、明日のアメトークやけど、お医者さんにこう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 って言われたから、うん、ちょっと欠席かなって小田君に言ったら、ダメですそんな喋り方やんな、こんなんない、あ、すみません、喋り方が小田です、こんな喋り方、そうそう、ダメですえ、ごめんごめん、ちなみに1年目で、うん、どういうことチャンスですいやいや、チャンスとかじゃなくて俺のしんどさもあるけど、俺ははっきり言って出れる状況やったら出たいよ、しんどくても出たいけど、移す可能性があるから迷惑かけるかもしれんから、これはやめた方が俺ええと思うねん、ダメです門番かい門番の喋り方やないかい厳しさといい、これしか言わへんのマジで、うん、チャンス門番やもうダメですだから守ってるやつ
簡単には通してくれない。なんか何言ってもダメです。言われて。ほんで俺そこで切れたんよ。何？あ、会話できない。そうかそうかそうか。ダメですとチャンスですしか言えへんから、はいはい、チーフに連絡して、はい、もうこいつダメだわ、はいはい。何言ってもこうなんだよ、うん、ってなって、ちなみにそこで終わったんよ。あー。で、西野が残念がってたんよ。小田くんいなくて。小田くんいなくて。俺は、本当にもう大好きやから。小田くんの大ファンやから。もう毎日ネタくれるし、毎日失敗してるし、小田くんがマネージャーで頑張れ、まあ、頑張ろうと仕事減るんだから。確かに。うん、俺も大好きや。怒ってなかったもんな。全然思んない。たけた笑ってたもんな。俺はあれ小田君とかってダブルブッキングとかしょっちゅうしてたやんか、うん、しょっちゅうしてたもんしょっちゅうしてんのも問題ないけど、その入り口としてしょっちゅうすんなよって話だけど、まあまあね、なんかね梶原さんがなんかでもう予定を入れててその日休みって聞いてたから、いやそうそうそう、そうで小田君がそれなのにもかかわらず学祭会なんか入れちゃって俺の親友の結婚式、あそうだ、そうで学祭会なんか入れてしまって、うん、それどうすんねんみたいなことで、それずっと立て続けに、それが一回やなくて、もう本当にそういうの何回もあって、で、梶原さんがいろんなところに迷惑かかるし、もう当然僕も何かしらに迷惑かかってるんだけど、うん、それでなんか怒って、むっちゃ、うん。めっちゃ怒った。それは怒るのが合ってるしね。もう合ってるでしょ。合ってる、絶対合ってる。言ってたから。合ってるから、うんうん。で、小田くんがついに反省して、梶原さんにすごい怒られたって言って、うんうん、で、電話してきてくれて、うんうん、で、もうすごい反省してますみたいなんで、うんうん、あの今から謝りに行っていいですかって俺も今エビセ飲んでるからでいいかまいかも俺は別にええでっていや頭を丸めたので誠意を見せたいので今から行っていいですかって俺誰と飲んでたかなちょっと友達と飲んでて、いやそんなさ友達と飲んでる時に頭丸めてさ来られてもドヨーンとするやんかでいやほんまにやめてって言ったけどいやでも本当に誠意を見せたいのでダメですって言ってで、出してその本当楽しい飲んでるからパッと帰ってなっつってで別にオタクの坊主とか別にな見てしかもこれくれぐれも言っときますけど、うん、梶原さんが坊主にしろって言ったわけじゃないオタクが自分で反省の誠意を見せたくて坊主にするっていうことで、うんうん、それちゃんと見せたいっていうので、はい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 、2,30 分後くらいもうすぐ来て、ガラガラ西野さんすいませんって坊主やったんやけどあの現役の一番いい時の中田秀みたいにここちょっとかっこよくなっとるやないか前よりようなっとってようなっとるやないか前もっさもさやってここちょっとシュッとしとる丸坊主かと思ったらちゃんと残すとこ残してお前ええー、なお前それかっこよくなっとるやないかいやほんまにそんなやつなの死ぬ気で笑ってもらえでもそのどうもとか知ってるけれど、うん、小田くんとか、うん、あと須藤くんとか須藤くんね須藤くんもポンコツでしょでも須藤くんもよく怒ってたけど須藤くんもね、いろいろあったなでも、うん、こっちはポンコツ好きやからそうねそうで、須藤くんもそうだし、うん、小田くんもそうだけど、うん、あいつらかっこいいのが、うん、あのなんかちょっとぐちゃぐちゃってなったりする、うん、先方さんとちょっと話がうまく、うん、いかない時とか、うんいう時に、うん、小田くんとか須藤くんとかよくやっていたのが、うん、いや僕がアホなふりして、うん話通しときますんでみたいななるほどね要はアホなふりをするっていうことで、うん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 、なんかもう何も分かってないやつ を演じてこれをうまく話通しときますみたいなちょっとねたくましさあったんですよ楽しさはこれね今の本当にええこと言ってんで、うん、アホなふりって実は賢くないとできないそう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 ですよ、だからポンコツって今僕言うてますけども賢さもあったりすんねんなそうどっかちょっとボコって抜けてる部分があって、うん、実はできるだからこそ多分小田くんが今、うん、出世してると思うんですけどそうそうそういやちゃんとしてる小田くんって、うん、でも食らいすぎたな何そのポンコツっぽりを1年目の小田くんだからね今の小田くんは本当にちゃんとしてるけど1年目の小田くんはまず本当にその会話ができないところから、ね、会話ができないですよそう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 で基本腰パンなんですよああ分かる分かる、はいはい、で基本顔がこうなんですよ、はいはいはい、ここに眉間しわ入ってて、はいはい、ねちょっともう変やったん、はい、そのミスがもうちょっとありすぎて俺はダメだったんだけど分かるだからあなたの先見の目が合ってたんやいや俺 おはようって時に小田くんが小田ですって返してきた時にあこれはやばいやつだおはようの返事が小田ですかってやばっって相当な玉が来たぞって思ってでもさこんな顔じゃんそう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 でも知ってる、ね、タモリさんも小田くんのファンやったえ知らん俺がいいともの、増刊号で毎週小田くんの話をしててあしてたな今週の小田くんっていう話をしてたからだから僕とタモリさんは
小田くん大好きやねん。そうか、だから第三者が話聞くとおもろい、ね、おもろいね、おもろいキャラに見えんねん。だって独演会でな、全国回ってた時とかって、うん、小田くんの話一番受けたもん。やっぱそうよな、そう、そういう意味ではネタを提供してくれる、むちゃくちゃいいマネージャー仕事は減るけどなどっちがええのそれ。いや仕事が減る方がええ、仕事が減ってネタが増える方が、もう僕は、あ、まあな、そう。だからひょっとしたら俺も子供やったし、はい、俺もちょっと尖ってる部分もあったから、うん、今俺が例えば小田君みたいなマネージャーがついたら、はい、多分そっちの考えになる。あー、ドジ許せる、ドジ許せる、笑えるドジやったらかな。あー、なるほど。あー、そうね、笑えるドジで、でさっきも言ったようにアホなふりできるように頭のいい子やったら、うん、今の俺やったら多分いけると思う。なるほど。寛大に、寛大な気持ちで受け止めることが。こんなドジはどう。どんなドジ。須藤くんがやったあのドジ、はい、例えば、うん、ホリエモンのイベントに、うんうん、間違って、はい、カジサックが行くところを、間違って西野を行かしてしまってはいはい、はい、ホリエモンおよびその周りの人に、うん、なんで西野が来てんのっていう雰囲気の中、うん、ちょっとすいません、ちょっと分かんないんですけどみたいな、うん、で、あの紐解いていくと須藤くんが、うん、そういうミスをしてたって。そういうミスは、はい、外れてもらいますはずれてもらいますはずれてもらいますはちょっと言い過ぎたけど、俺許されへんミス。それはだって、うん、なんて言うんだろう、頑張ったら笑い話にできるけど、うん、何より俺許せないのは、俺が傷つく分にはいないけど、うん、人様に迷惑をそうよめちゃくちゃかけてるやん。そうよ、そうよ、もう俺それがやっぱり嫌かもしれない。例えば今で言ったらなんやねんって笑えるな、だ小田なんか出たけど、俺当時俺も喋ったかもしれんけど、それ小田とさ運転しててさ、うん、俺がなんか次の現場、西野と当時俺バラバラって、はい、西野車乗ってた、旧車乗ってて、はい、俺違う車乗ってて、で現場から現場へみたいなのがあってん、はい、で西野はたくましいから、はい、いつももう一人で行くって言って、はいはい、なんか道覚えるのよ、すごい、うんうん、ね、あれやっぱ田舎もんやからねこれ田舎もんはあるんで川西出身の田舎もんなんですよ。田舎もんってね、道一回覚えるのよあるよな、ほんまにのナビとかいらんねん。いらん、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 道覚える、道覚えるよな、好きやもん、わーって、ね、うん、まあ、俺はどっちか言ったら田舎もんではない、はい、だまあそのせいじゃないけど、俺道覚えないの、うん、で、その時も行く時になんかすごいややこしいところみたいな、はい、で、カーナビにも入れへん、だから小田君は地図持ってるから、はい、あの梶原さんの横に座らせていただきますっつって、ナビやらせていただきますって言われたの、はい、で、地図渡して、俺は小田君の言う通りに走ったんですよ、はい、で、まっすぐ行ってくださいって、バーってまっすぐ行って、次右曲がってくださいって、バー右曲がって、次左です、左、で、右、めっちゃ続いて、はい、で、その細い道をまっすぐで、次右で、あー、こう後悔なんですよ、なんかすっげえ入り組んできて、はいはい、ちょっと待ってくれ小田君、ここどこなん今って言ったら、はい、うん、わかりませんいや、もうさもう頭おかしいよお前何見てんのそれもう見失ってんの小田くんね、地図全然読めないの、全然読めないの、全然読めない、読めないでしょ。でも自分で言うてきたよね僕がナビをしまう、わかるあのね、あの独演会なんて、うん、なんていうかな、今はね、うん、なんかそのイベントするってでかいとこであるから、はいはいはい、その有名な場所、はいはいはい、武道館とか、もうみんな知ってる、うん、日比谷公会堂とか、うんうん、だけどその当時の独演会ってそうじゃないですよ、うん、なんかどっかのビルの3階とか、ライブちょっとそのライブハウスって言われても、そのビルの名前がライブハウスの名前じゃないから、うん、場所むっちゃむずいねんけど、小田くんが毎回それを教えてくれ、教えてくれ、地図で僕はやります一緒や一緒俺は一回びっくりしたんが以上だ次、3回右に曲がってくださいって言って、3回右に曲がったらここに来ない俺が間違ってる3回曲がったら本当?3回右か?3回連続右かっていうのを言ったことあるもん。3回です、ほんまか?3回曲がったら俺ここに来そうやけど、なんか勘違いしたんじゃ、ビルの3階の3階だっていや、そういうの全然ありやろ、そういうのは、ね、そういうのはその3をそっちに持ってきてそう、そういうミス
する人ですよね。そういう、おっしゃる通り、そういうミスをするみたいな。そこ3回かいって言うと、俺ずっと覚えてない。びっくりした、なんか。改めてさ、ええマネージャー。ええマネージャー小田君はほんまにええマネージャー。そうだから今なんで僕もこの話かっていうと、さっきの話じゃないけど、これってさ人に迷惑をあんまりかけてないやん。まあ確かに確かに。で俺はむっちゃ腹立ったで、うん、運転してて、うん、気付いたらだって車幅ギリギリの道に追い込まれて、はい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 、しかも現場分かれへんなってる、はい、腹立った。でも今の俺やったら笑えるかも。ああ迷惑かけてないから、ね、迷惑かけてないから、ね、自分だけやからって、はい、だから本当に惜しい人材を僕は当時外してくださいって言ってしまったなっていう。そしてあなたが追ってたのはもうぐーんと戻りますけども出世してんのよ。確かにあの小田がその選ばれし5人に入ってんのよ、はい、いやなんかね、うん、キングコング結構マネージャー運いいと思う。いやそうかもな、うん、本当にたまにあったけどな、うん、たまにあるけどねって思う人、うん、たまにあったけど基本的にはええかもな、うん、あとまあ、こんなん言うとあれやけども力がありすぎるがあまりにやめていく人も多かったな。そう、うん、キングコングのマネージャー大体独立するっていうそ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 う、それはあるわ。それあるよ、それあるよ。だ運が良かったよな、うん、だ俺木島なんかもめちゃくちゃいいもん。あーなるほど。で上田ってさっき言いましたけどもともと西野が退職する直前まで一緒やったな、はいはい、チーフやってんけど、うん、で僕ももともとやってくれててそのままその足でその階段だった。はい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 、はい、本当に運はあるかも、ね、確かに確かに確かに。もしくは俺たちが上げてるかだよね。いやどうなんだろうな、そんなやってるっけ。おーなんかムカつくなお前指越しに見たらムカつく顔がなんか泳いでたな今びっくりした。え、こんな話するのないけど、うん、どうなん当時さ、うん、俺ぶっちゃけ自分で言うのあれやけど、はい、当時のマネージャーとは俺結構いろいろ話すんだよ、うんうん、ちゃんとしてこうみたいな、うん、だからさっきの、まあ、今ちょっとボケみたいにやったけど、うん、結構ちゃんと話す、はい、社員とは俺こうやと思うでみたいな、うん、西野はしてたんですよ。俺はもう普通にもう仲良かった全員と。全員よく飲みに行ってたもん。別に仕事関係なく飲みに行くみたいな感じで、うん、なんか別に須藤くんとか、はいはいはい、上田くんとか、まあ、小田くんとかしょっちゅう行ってたし、あよくプライベートで飲みに行ってた。だからそうやねんって。だからお前で総理やってるやん、うん、俺は俺でそうやってるやん、うん、すっごい良かったんじゃないそれって。あすっごいボディタッチ多かったもんそのもうやってごらんやってごらんっていう。だからほんまにマネージャーを外してくれって言ったんて、うん、1回だけ。ああ1回だけ。1回だけその吉本いたいる時にあのマネージャーを本当に辛いから外してくれって言ったのは1回だけで、以外はもう全部全員 OK もん。それで言うと俺3回だけ結構あるな。いやでも分かる須藤君から早めにいなくなったは知ってる須藤君のあのポンコツぶりから。あれはでも須藤君の件に関してはもう今やから話してるけど、むしろ今までと違うのは優しさやった。ああもう須藤君のキャパがいっぱいいっぱいなんでいっぱいいっぱいでも爆発しそうだったから、うん、あの子を楽にしてあげて、はいはい、っていう話したな、はい、当時、はい、それはだから思っといて、うん、須藤は優しさ、はい、小田は憎しみ当時は、ね、当時は。あともう一人女子かな確か。女子女の人、まあ、合わないはどうしたってね、それは人だからね。せやな、出てくるもんね。だこの話も楽しくかもしれんけど、だいぶ前に名前も忘れちゃったけど、うん、あるマネージャー、女の子のマネージャーがいてさ、うん、当時ね、妙にね、うん、歌番さんに呼ばれてたよ。ああ、はい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 、妙に、はいはい、嬉しいことやね、うん、でもすっごい嬉しいねんけど、しょっちゅう呼ばれることがあって、はい、すごいねとか言ってたら、気ぃついたら、当時のその女子マネージャーと歌番のスタッフが結婚してたあはははは言ってな。じゃあ、まあ、うんええわ、それはもう別に、うん、そ恋愛だから、うん、恋愛いや好きにしてくれてよ、うん、ただ、うん、その時の歌番がどういう出方をしてたかっていうと、うん、毎回ネタをやらされるんですよ、タカさんに無茶ぶりで。ただ僕ら年末 M1 控えてて、あったな、 M1 でやろうとしてたネタをやらざるを得ないからで、一回やってもうてんねん。じゃあね、これ、M1 に撮っとこうと思ってたやつやねんけどっていう。で毎回呼ばれて、ね、毎回、じゃあもう一本行こうみたいな言われて。そうそうそう、現場で、現場で、
本来一本の予定やのに、うん、高橋さんが面白いから、うん、もうノリで、じゃあキングオブもう一回行こうかとか言って、そうで、こっちも、そうそうそう、いや、このネタあかんねん、取っとかなあかんねんって言うのに、でも余計それが、あったわ、ね、出囃子流されんねん、そうそう、僕らが裏かけていったら、もう一回出囃子勝手に流されて出なあかんみたいな。ほんで M1 でやるようなネタをやってしもうて、M1 でやるネタなくなってもうたっていう、ほんで M1 ずるずる滑ったから、ずるずる滑って、で結果結婚してっていうね。いや懐かしい話でございますけども、でもこんだけ吉本の話をずっとしてますと、で、うん、戻ってくるか。それなんなんすか。戻ってきたくなってきたんじゃん。それなんなんすか。前回もそうやったけど、なんでその流れで僕が戻るっていうことで、これでなんか僕、いや違うなって言ったらなんか変な感じだよ。変な感じだよ。角立つじゃないですか。あ、はい、じゃあまあとにかく今日は言いたかったことはもうすっごりすっごりさんです。すっごりです。お気に入って買うんだ。すっごり。すっごり良くなっちゃった。やあどうも久しぶり。僕だ、スコップだ。君たち何か新しい情報を仕入れたくてこの映像を見てるんだよね。うん、僕にはわかる。じゃあ教えてあげよう。日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞受賞。制作組織原作脚本を西野亮廣が務めた映画がすごいことになった。何がすごいってよくぞ聞いてくれた。なんと国境を越えて世界中の映画祭で大絶賛されたんだ。お、今僕映ったね。もちろん日本で大ヒット。そんなわけで映画煙突町のプペルがスビッチスクリーンに帰ってくるぞ。行こう。煙突町の秘密をめぐる大冒険。君は誰と見に行く？私ルビッチさんと一緒に見たいです。君には聞いてないぞ。もう見たあなたも、まだのあなたも、ハロウィンは煙突町へ行っといで。またドキドキしよう。おいおい、一体僕にどれだけ喋らせる気だこの予告編は。ハロウィン限定上映。以上、スコップでした。